はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、大阪出張しておりまして、もうこの、ね、背景見てわかる通り、本日はもう大阪のデカ盛り店といえばのお店、フライヤーフライヤーさんに訪れております。こちらのお店さんはですね、大食いの大会であるガオーという YouTube でねやってる、その大食い対決の時にもお邪魔させていただいたりとか、僕もね、自分の動画でお世話になってるんですけれども、ここの唐揚げがめちゃくちゃうまくてですね、今日はせっかくなのでその唐揚げをゆっくりとね、食べようと思ってお店さんに伺ったんですけど、ただね、ちょっとこのフライヤーフライヤーさん、店内ね見回してみますと、チャレンジメニューを行ってまして、全種特盛りチャレンジという、まあ、ご飯でおかず等々を含めた総重量約4キロぐらいのチャレンジメニュー、今日はねちょっと心変わりしてそっちに挑んでいきたいと思います。いや本当はね、せっかく動画撮ってるから皆さんにこの唐揚げとかおかず紹介したかったんだけど、4キロなのでね、ガチチャレンジやっていきたいと思います。できればですね、最速チャレンジ目指していきたいところではございますが、ただいまですね、店内の最速記録としてはゾウくんがこのチャレンジを12分19秒で完食してると、まあとんでもない記録ですよね。僕自身も本当にガチでやってもちょっとねクリアできるかどうかめちゃくちゃ難しいんだけど、せっかくね、こんなお話してますので、ガチでノーカットで4キロをね挑んでいきたいと思います。いやー、はい、ということでですね、本日いただきます、全種盛りのこちらチャレンジメニューのプレートが到着しました。もちろんですね、通常販売しているものでチャレンジじゃなくても食べられるんですけれども、チャレンジの場合ですと制限時間が40分ということなんですよ。ただですね、目指すは12分19秒ということで、もうよくわかんないタイムを目指すことにはなっておりますが、早速ですね、こちら出来たてのプレートいただきたいと思います。それでは3秒前から参ります。はい、3、2、1、スタートです。はい、じゃあすいません、いただきます。頑張ってください。ありがとうございます。いただきます。よし、ふぅ、じゃあとりあえず、まあでも食べたかった唐揚げからだな。うまい、うまか、うまっ、
あぶね。おお。カレーですね。やっぱカレーうまい。うめえ。
超えた。ということでですね、本日の、あ、動かしてた。ごめん、今ちょっと動かしちゃったんだけど、本日のタイムが、12分と24秒ということで、最速記録まで、約5秒ほど届かずという結果になりました。ちょっとね、これ、おかわり自由で、総重量には入ってないカレーのルーなので、これのね、完食前にもごちそうさまはしたんですけど、もちろん、いただきます。いや、このカレーめちゃくちゃ、まあ、本当に改めてですね、ちょっとチャレンジ終わったんですけれども、チャレンジしたくないぐらい美味しいご飯でございました。改めてごちそうさまでした。本日はですね、僕らが大好きなこちらのお店、フライヤーフライヤーさんで、美味しい出来たての揚げ物をたくさんいただいてまいりました。いやー、今回ね、チャレンジさせていただいて、最速記録に一応5秒届かずという形で、記録的にはあと少しだったんですけれども、まあ、それでもしっかりとね、十分、自分自身も楽しめたようないいチャレンジでございました。ぜひですね、皆さんもこの大阪に来た際には、いろいろと、まあ、粉物だったりとか、あとはうどんとかね、まあ、有名なのもたくさんありますけれども、まずはね、このフライヤーフライヤーさんで美味しい揚げ物、出来たてで食べてみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらはですね、合わせて概要欄からチェックしてみてください。ゾウくんがですね、群馬の A 級庵さんで、僕のチャレンジに挑み続けて、うどんの記録をね、越したように、僕もこのフライヤーフライヤーさんのチャレンジ、挑み続けたいと思います。それでは、また次の動画で。